タイムシェアとは、リゾートマンションなどを所有、または利用する際に、その期間の経費だけを負担するシステム。別名、バケーションオーナーシップとも呼ばれる。タイムシェアをあえて、日本語にすると、時間を共有する、イコール分け合う、という風に訳せる。もともとは、コンピュータ業界の用語であり、大型コンピュータが高価な時代に各社が、利用時間に応じて、使用経費を負担しあった。 タイムシェアリングシステムに由来する。これがリゾートにも応用され、所有、または利用する機関だけの経費を負担するという、経済性に富んだリゾートシステムが世界中に広まった。発祥は1960年代のヨーロッパのスキーリゾートである。1970年代にそのシステムがアメリカに渡り、その後の慎重につながることになる。 当初は法的な規制もなく、開発業者が顧客から販売代金だけを回収し、その後倒産するという経済的悪循環もあり、悪評が立つという事例もあった。その後フロリダ州などでは、タイムシェア法という州法によって規制が敷かれるようになり、法的に買い主の権利が保全されるようになる。また、1980年代に入ると、 それまで個人事業主投資金的に脆弱な企業だけでなく大手ホテル企業マリオットインターナショナル等がタイムシェア事業に参画するようになる。ホテル事業で培ったノウハウやサービスがタイムシェアに生かされタイムシェアが事業として飛躍的に拡大する契機となった。過去の悪評も払拭され米国では一般的なリゾート所有利用システムとして認知されるようになる。 90年代に入ると、ヒルトンホテルもこのタイムシェア事業に参画するようになり、ヒルトングランドバケーションクラブの商標のもと、フロリダ州を拠点にタイムシェア事業を拡大していく。そして1990年代以末には、ヒルトンやマリオットが日本人にも馴染みの深い旅行先であるハワイへと進出し、日本をはじめとするアジアマーケットへもタイムシェアを紹介し始めることになった。 ヒルトンはマリオットに先んじて、いち早く2003年10月にタイムシェアのマーケティング及び販売拠点を東京、新宿区西新宿へ構え、現在に至る。ヒルトンのタイムシェアは1週間単位の所有権。初回に購入費用を支払うと、別途、不動産登記料がかかる、あとは年間管理費を支払うことで永年利用が可能になる。宿泊料は、 基本的に所有している日数内であれば無料。ヒルトン、マリオット等手ホテルチェーン系のメリットとしては、このタイムシェアの権利を同系列の他のホテルやリゾートへ交換して利用することができる。ありがとうございます。